マリサ、大変、スクウェアエニックスが、221億円の特別損失を計上したわ。ここ10年くらい、スクエには思うように売り上げを伸ばせなかったから、新たな改革をしている。いいことじゃない。だがこの発表が、ファンの間に波紋を広げている、発表では、開発を中止するタイトルや本数には、触れていないんだが、特別損失の規模感からあのドラクエ12が、開発中止になったのではないかと心配する声が多く出ているんだ。ええー。それじゃあ今回は、スクエニの不調について見ていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ひとまず簡単に、スクエニの成り立ちから説明しよう。スクエニは、ゲームメーカーのスクウェアとエニックスの合併により誕生したんだぜ。合併手続き上はエニックスを存続会社とするんだ。そういえばスクエニの前身であるスクウェアと、エニックスも結構大きい会社だったのよね。ああ。まず、スクウェアの歴史について見ると、1983年、創業者宮本正史氏の父親が経営する、電気工事会社のソフト開発部門としてスタートしたんだ。そして、パソコン用のアドベンチャーゲームやロールプレイングゲームを主力商品としたぜ。まだこの頃は、ゲームといえばパソコンなのね。その後ファミコン用ソフトを提供し始める。最初はパッとしなかったけれども、1987年発売の、ファイナルファンタジーがヒット作となり、1997年発売のファイナルファンタジー7は、国内で400万本、全世界で1035万本という売り上げを達成した。すごいわね。世界での売り上げを、引き合いに出せるのね。次は、エニックスを見てみるぜ。エニックスは福島康弘氏により、高段住宅の情報誌を発行する出版社、英断社募集サービスセンターとして創業した。一番初めは、出版用だったのね。英断社募集サービスセンターの子会社として、英断社不動産が作られ、その後、英断社システムに社名変更。1982年8月、この英断社システムが、株式会社エニックスに改名し、ゲーム事業への参入を決定したんだ。出版社の子会社だったとは意外だわ。1984年10月に任天堂と提携し、ファミリーコンピュータ用のソフトを提供することが決定。1988年発売のドラゴンクエスト3そして伝説へは、社会現象とも呼べるほどのヒットを記録したぜ。すごいじゃない。英断社募集サービスセンターは、株式会社エニックスを吸収合併し、株式会社エニックスに社名変更。1991年、出版業の方では、月刊少年ガンガンを創刊して成功している。どうしてスクウェアとエニックスが合併したのかしら？なぜ合併したかというと、ファイナルファンタジーと、ドラゴンクエストの衝突を避けて、お互いの知的財産をうまく活かす点や、エニックスが発売元に、スクウェアが開発元に特化した制作体制であったため、これを相互補完する効果等を狙ったようだ。そういうことね。現在のスクエニでは、主に4つの事業を重点的に展開している。まずは、デジタルエンタテインメント事業というゲームを中心とした、デジタルエンタテインメントの企画、開発、販売運営だ。デジタルエンタテインメントとは、簡単に言うと何かしら？デジタル化されたゲームの娯楽、具体的に言うとスクエニの場合は、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストとかになるんだな。なるほど。次は、アミューズメント事業。簡単に表現するとゲームセンターの運営などだ。ゲームの開発にとどまらないのね。その次は、出版事業だ。コミック雑誌の定期刊行や、スマホアプリ等を通じたデジタルコミックの配信等なんだな。今の時代、コミックもデジタルだわ。最後は、ライツ、プロパティ等事業なんだぜ。スクエニグループのコンテンツを中心に、二次著作物の企画、制作、販売、ライセンスの管理を行ってるんだな。へぇ、しっかりやってるのね。これなら業績も安心ね。残念ながらスクエニは、2024年3月期に、約221億円の特別損失を計上すると発表したんだ。え？どういうことなの？理由は、コンテンツ制作環境の廃棄損だ。廃棄損？これはどうも、進行中のゲームの開発を中止するため、これまでに消費した制作費などを、損失として計上するという、意味合いみたいなんだぜ。へぇ、なんでまた？相当長くね。スクエニの発表では、環境の変化を考慮し、開発リソースの選択と集中を図るとのことで、開発中のゲームについて、熟慮した結果らしいんだぜ。具体的に中止するタイトル名や本数は発表されてるの？いや、具体的にはされてないんだ。ただ、SNS では、
221億円という規模なので、大型タイトルを連想した人がどうしても多く、特に、2021年5月の発表からあまり情報がない、ドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎を、心配する声が多いんだぜ。ドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎って、漫画家の鳥山明先生が、関わった最後の作品というやつ？スクエニはこういった情報は公開していないが、どうもそうらしいんだな。もし本当なら、中止は悲しすぎるわ。ただ複数の経済誌が、ドラゴンクエストシリーズのプロデューサーが、次回作の開発遅れにより移動したと報じており、これによって余計に、ドラクエ12の先行きが不透明視されていたんだ。不安要素が多すぎるわね。一応、報道では大規模な組織再編の一環だとコメントが出てるんだがな。でもなんか、額面通りに受け取れないところがあるわ。その大規模な組織再編なんだがな、2023年に社長に就任した、桐生隆社長は、選択と集中の必要性を語っていたぜ。選択と集中？例えば、スクエニに足りないものとして、タイトルの多様性と、マーケティングを、例示している。やはり、ドラゴンクエストやファイナルファンタジーといった強い、知的財産権を保有しているため、特定のジャンルに依存しているという自己分析だ。そう言われてみれば、そうかもしれないわ。でもこの二つがヒット作だから、ちょっとしょうがない気がするけど、この大規模な組織再編も、選択と集中という経営戦略の一環なんだぜ。ほうほう？具体的に言うと、えり抜いたタイトルに力を入れて開発するということみたいだな。そういうことね。スクエニもドラゴンクエストと、ファイナルファンタジー以外は、割とクソゲーと言われるゲームを作ってるという話なんだ。確かに、あんまりその二つ以外はスクエニのゲームって知らないし、クソゲーを量産して、スクエニショックを起こしてるなんて言われてる。そんなに、基本プレイ無料のゲームを乱発しておいて、1年未満で終了したり、過去タイトルの焼き直しみたいなのを作って、しかも従来のファンの期待値に届かないものが多く、結局目先の売り上げ至上主義になってるようだぜ。そうなのね、それは確かにひどいわね。他に理由は？スクエニの開発体制からアプローチしてみると、同社の開発部だけでなく、いろんな開発会社が作品ごとに分担して作ってるようなんだ。スクエニが開発を依頼する場合もあるけど、逆に開発会社がスクエニに販売を依頼する場合もある。ゲーム業界もいろんなケースがあるのね。すると、スクエニほどの規模になると、ゲームの制作本数が増えるため、クソゲーがどうしても出てしまうんだ。いろいろな原因があるのね。その他の原因を挙げると、スクエニの場合、コロちゃんかに入り外注へ過剰な発注、社員のチェックが現場任せで、クソゲーメーカー化したらしい。なんで過剰な発注をしたのかしら？それはだな、スクエニの二本柱である、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーシリーズは、最近では発売間隔が5年空くこともあるから、それらへの評価だけでは、どうしてもスクエニという企業を支えきれないんだ。それで他のゲームを量産しすぎちゃったのね。スクエニ不調の問題に、ソニー依存を指摘する意見もある。なんとなくわかる気がするわ。プレイステーション独占、優先タイトルが多いし、2023年6月、ファイナルファンタジー16発売以降、時価総額的には2500億円下がったそうだぜ。プレステ5を持ってないと遊べないって、ハードル高いのよね。ただ、これはファイナルファンタジー16だけではなく、他ソフトの失敗にあるそうだ。ファイナルファンタジー16はもちろん、他ソフトもプレイステーション向けに、作られてたので、結局ソニーに依存するとリスクが高すぎるんだ。任天堂もマイクロソフトも、ゲーム機を作ってるからね。だから最近では、スクエニも Xbox や、マイクロソフトとの提携を模索している。でもこれって、ユーザー目線からしても、メリットが大きい話じゃないかしら。ゲーマーが必ずソニー贔屓というわけではないし。そうなんだ。次のファイナルファンタジーは、ソニーの独占を避けて、Xbox 版、PC 版を、同時で発売する公算が大きいのではないか？と言われている。Xbox 版に加えて PC 版もラインナップに入れると、ソフト開発会社としては、いいリスク分散になるわよね。スクエニの前社長である松田洋介氏も、経営に物議を醸した人だったんだぜ。ええ、そうなの。どういう方針で経営に当たったのかしら？海外の開発拠点を売却したのと、ブロックチェーンの技術を活かそうとし、自律的なゲームコンテンツの提供をしたいと考えていたようだ。ブロックチェーン？参加者の中に不正や正常に動作しない者がいたとしても、正しい取引ができ、
改ざんが非常に困難で停止せず、多数の参加者に同一のデータを分散保持させる仕組み、のことだな。もしかして、ゲームのプレイヤーが、ゲームのシステムに関わって、ゲームを発展させていく仕組みを作りたかったのかしら？多分、そうだろうぜ。前社長の言によると、現在までゲームの多くは、我々が完成品としてコンテンツを提供し、プレイヤーはそのコンテンツを遊ぶものでした。しかし世の中には、ゲームをより面白くする、ために貢献したいと考えるプレイヤーが、一定数いて、新たな設定や遊び方を想像してくれます。言われてみれば、今までのゲームというのは、ゲームの企画から外れた遊び方というのは、基本的にはできないわよね。今後はそんな方たちの力を活かし、発展していくゲームを作りたいのです。善意に頼るのではなく、ブロックチェーン等の技術を活かすことで、発展に寄与した方にインセンティブも与えられるようにすれば、ユーザーの発想から革新的な面白さを持つ、コンテンツが生まれる可能性もあります。ものすごい夢ね。でも、現実問題、ブロックチェーン技術の普及率を考えても、夢物語に過ぎないかしらね。私も霊夢と同じ意見だぜ。少し先を見すぎているし、それよりも先にクソゲー対策をした方が、と思わないでもないんだ。確かに、もう少し足元を固めたらって感想だわ。時代より先を行き過ぎちゃったかしら。今まで、ゲームという切り口でスクエニを見てきたが、次はコンプライアンス、いわゆる、法令遵守という観点から見てみよう。実は、スクエニで過去に、インサイダー取引が発生したんだ。また何かあったの？インサイダー取引というのは上場企業の社員が、職務によって知り得た、未公表の会社の内部事情を利用して株を売買し、利益を得ることだぜ。それって犯罪じゃない、スクエニではいつ起きたの？2021年2月、株式会社スクエア・エニックスと、株式会社 A チームはスマホ向けゲーム、ファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーを共同開発すると、公表していた。報道によると、逮捕された二人はゲーム開発について両者が業務提携するという、未公開情報を得て、2021年1月下旬から2月下旬頃、A チームの株を購入したという。それはさすがにひどいわ。モラルはどこへ行っちゃったのよ。この逮捕された二人は、スマートフォン向けゲーム、ドラゴンクエストタクトをめぐっても、インサイダー取引を行っていたとして、逮捕されている。次もコンプライアンスという点で問題になる事件だ。まだあるの？2014年8月5日に雑誌ヤングガンガンに連載していた、ハイスコアガールに関する、著作権侵害の疑いで、発行元であるスクエニ本社などが、家宅捜索を受けたことが報道で判明したんだ。家宅捜索まで？そうなんだ。2013年夏、ハイスコアガールのアニメ化を受け負った、アニメ会社が劇中に出ているゲームの著作権者の一社である、SNK プレイモア、現 SNK に、本作について問い合わせたことをきっかけとして、許諾を得ずに、SNK プレイモアのキャラクターが登場していたことが判明したぜ。編集部は何をやってたのかしら？本来、編集部がその辺をクリアするものと思ってたけど、そのため、SNK プレイモアは2014年5月に、大阪府警に刑事告訴していたというんだ。告訴の理由としては、何ら誠意ある対応が得られなかったというものだ。まあ、告訴するぐらいだから色々お察しというところかしら。著作権侵害申し立ては、問題発覚後から行われていたが、2014年の34話に、ザ・キング・オブ・ファイターズ95、サムライ・スピリッツ、と、SNK プレイモアの著作物が登場し、アニメ化を発表しているぜ。実は、当時は SNK プレイモアの申し立て中であり、後の書類送検で無承諾だったことが分かった。著作権について侵害申し立て中にアニメ化を発表、ちょっとわかんないわね。誠意がちょっとなさすぎるのでは？と思ってしまったわ。そうだよな。同様に作中に出ていた、桃太郎活劇の作者の奥さんが、自身のツイッターで、刑事告訴後にスクエニから謝罪文が送られてきたことをつぶやいており、他メーカーに対しても無許諾でやっていたのでは？と語っているんだ。コンプライアンスが緩いのかしら？なお、カプコン、バンダイナムコゲームスは本作でキャラクターの使用を正式許諾していて、この2社は公認コラボ企画も紹介されていた。SNK プレイモアとは、ちょっと対応が違いすぎないかしら？セガも正式許諾していたが、連載後の事後通知にとどまるため、厳重抗議した上での許諾だったことが、後にわかってるんだぜ。スクエニもなんだかちぐはぐな対応ね。どうして SNK プレイモアには、カプコン、
バンダイナムコゲームスのように公認コラボしなかったのかしら。そこなんだよな。スクエニはスクエニで、警察の捜査中ということで、SNK プレイモアとのやり取りを明らかにしていないんだ。なんかモヤモヤするわね。この刑事告訴の動きとは逆に、2014年12月22日、明治大学知的財産法政策研究所は、適法な引用に該当する可能性などがあり、著作権を侵害したというには微妙で、刑事手続きを進めると、表現活動に対し重大な萎縮効果をもたらし、文化の発展を阻害することとなりかねず、慎重に進めるべきという声明が出てるんだな。もしかして、専門家から見るとすごく微妙な問題なのかしら。なお、この問題は2015年8月24日に、SNK による刑事告訴取り下げと、両者による民事告訴取り下げで、和解が成立している。2016年に連載が再開され、2018年にはアニメ化も行われたんだ。平和的に解決できてよかったわ。でも、今後スクエニは大丈夫かしら？スクエニの株価の動きを見てみると、コンテンツ制作勘定の廃棄損として221億円の、特別損失を計上する見込みと発表したものの、逆にこれで悪い材料は出尽くしたとの見方が、優勢になり、一時元の株価を回復する時もあったそうなんだ。逆に言うと、それだけ潜在的なポテンシャルはあると思われているのね。新社長は、ゲームの質や利益率の改善を図るため、外部委託開発を減らしていく方針を示している。なるほど、新社長も頑張っているのね。確かに低調な時はあったが、日本だけじゃなく世界に向けて堂々と売れるゲームソフトを作れた会社だ。この規模のソフトウェア会社ではないとできないことだってきっとあるはずだぞ。世間は、それを待ち望んでいるはずよ。これから、誰もやったことがないような対策をやってみたいぜ。そうね、誰も見たことがない地平線へ連れて行ってほしいわね。みんなはスクウェアエニックスについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。